い、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時半になろうとしています。4月1日エイプリルフールですね。金曜日ですけど、別に私はあのフールを言うつもりはございませんので至極真面目にやっております。はい、さてザクザクを見てますと、こういう記事があってですね、この手の話好きなんで思わず読んでしまったんですけど、なかなか面白い、あれですね、こういうのをですね、こうなんて言いますかね、知っていて人に話したりすると、あのミリタリーのオタクだと思われるんですけど、一応ね、あのミリタリーもね、教養の一分野やと私は思ってるんですよ。で、別にそのね、あのオタク的に知る必要はないんですけど、こういうものがあってこういうふうになってるんやという仕組みぐらいはね、知っておいて別に悪くないし、それはあのどう言いましょうかね、こう偏った知識でも何でもないと思うんですけどね。タイトルはこんな感じです。ロシア機甲部隊を次々と撃破、携行式対戦車ミサイルジャベリン、日本でも01式携帯戦誘導弾を配備という記事でございまして、ふんという感じで、そんなに長くないんで読んでいきましょうね。あの巨大なロシア機甲部隊を次々と撃破し、話題となっているのが携行式対戦車ミサイルジャベリンだ。正式名称は FGM-148、FGM-148、米国で開発され1996年より米軍に配備されている。ミサイルが入ったキャニスター筒ですね、と照準器が一体となった発射器の2つのパーツで構成されたシンプルな作りで、なんていうか、要は弾とね、このあれは別なんだから、弾撃ったら次入れ替えてまた撃てるっていう式ですね。総重量は22キロしかない。22キロですから、女性でも扱おうと思えば扱えますね。まあちょっと重たいですけどね。取り扱い方法も簡単で、肩に担ぎ戦車や装甲車に向けて発射するだけ。あとはミサイルの先端にある赤外線カメラが目標を認識し勝手に追い詰めてくれる。そのまますっ飛んでいくダイレクトモードと、一旦高度150メートルまで上がって、戦車の弱点である砲塔の上へと落ちるトップアタックモードが選択できる。これね、戦車ってね、横が一番強いんですね、側面が。なぜかと言いますと、戦車同士でこう打ち合った時に側面に当たるんですね。で、側面に当たっても、なんて言いますかね、鉄鋼弾と言いまして、それを貫くような弾でないと跳ね返してしまうというふうに作ってあるわけです。ただまあ、近距離でね、近距離ってまあせいぜいそうですね、500メートルとか300メートルぐらいでですね、撃たれて当たったらですね、大体戦車同士であればですね、当たったら大体やられてしまいますけどね。でも、どう言いましょうね、もうちょっと小さい口径の弾とかですね、榴弾と言いまして、対戦車砲ではなくてですね、こうバーンと落ちたら爆発して、その周りにいる人々をやっつけるという榴弾っていうのがありまして、それがこう横に当たっても、少々の戦車は壊れないようになってるんですね。なんで、横が一番強いですけど、上はね、あんまり上からの攻撃を想定していないんですよ、戦車というのは。だから上はそこが薄いし、人間が出入りするハッチありますよね、こうやって開けて。あれなんかは、あんまり厚くすると開けられませんから、薄くしたら、まあ、せいぜいこれくらいなんですね。これくらいの方行って開けるんですけど、だって重たくて開けられないでしょ、あんまり重たいと。だから上は弱い。その上をね、こう、一旦コピーヨット打ち上げてからこうやって行くんですよ。なぜそれができるかというと、赤外線モードになってるからですね。ちょっともうちょっと行きましょう。撃った本人は命中を見届けることなく、その場を後にできるので、敵が反撃する頃にはその場にいない。ここから、ファイアーフォーゲットミサイルと呼ばれる。日本語で言えば、撃ちっぱなしミサイルと訳している。発射後は筒を捨て発射器だけを持っていく。はんはんはん、なるほどね。歩兵部隊にとって、携行式対戦車ミサイルは必須だ。生身の一人の人間が高い打撃力を誇る戦車を撃破できる唯一の手段であるからだ。そう、
歩兵がね、要は歩いて戦う、まあ、兵隊さんですね、が戦車相手にした場合、持ってるこの小銃とかでは絶対やっつけられないんですね。特にハッチを閉めてゲーンってくる戦車に対して、その小銃とか手榴弾とかですね、あるいは鉄鋼弾とかってやっても、まあ、ほぼほぼ無理ですね。だいたい鉄鋼弾を持っていない場合もありますからね、そうするとやっぱりこう、しゃべりみたいな感じで、キャンってやったらですね、ヒューンって当たるわけですよ。むしろこのね、ジャベリンの登場がね、戦い方を変えたと思いますよ。もう歩兵の方が有利なんちゃうのと、ジャベリン持ってる限り歩兵の方が有利なような気がしますよ。うん、その他蛍光式戦車ミサイルにはスウェーデンと英国が共同開発した NLAW ですか、 NLAW、 イスラエルのスパイク、中国の HJ12 など数多く開発されている。日本でも01式軽対戦誘導弾として和製ジャベリンとも呼ばれる蛍光式対戦車ミサイルを開発配備している。部内ではマルヒトや K-MAT などと呼ばれていると。これがですね、もうちょっといきましょう。陸上自衛隊で普通科連隊の中にある小銃小隊が取り扱う。普通科連隊というのは、要は歩兵師団ということですね。歩兵連隊ということですね。ジャベリンと見た目も発射機構もほぼ同じながら重量を約 17.5 キロと抑えている。まあ、軽くして日本人でも使いやすいようにしてるんでしょうかね。調達価格は1機あたり約2600万円。これね、日本の自衛隊の調達価格っていうのは他の国よりも、アメリカ製よりも高いです。アメリカ製の方が安いんだいたい。だから日本が2600万円だったらこの半額ぐらいかもわかりませんね、ジャベリン1機っていうのは。これで10億を超える戦車を撃破できるのだから費用対効果は高い、うん。ただし蛍光式対戦車ミサイルには弱点がある。ここですね、赤外線画像方式であるため発射するには熱感知が必要であり、稼働していない車両や建物、人への攻撃が難しい。そこでこうした目標用に無誘導の対戦車ロケット弾というものがある。無誘導というのは簡単に言えば照準式、人間が目でこう定めて、要は銃と一緒ですね。でパチンと打ったらまっすぐ飛んでいくんですね。だから狙いが外れてると外れてしまうんです。でも狙いが合ってるとまっすぐ飛んでいくから当たります。有名なのはロシア製の RPG-7 ですね。ドイツ製のパンツァーファースト3だ。パンツァーファーストっていうのは第二次世界大戦の時からあります。基本原理変わりません。要は大砲の弾みたいなのをですね、人間がこう担いでブンと発射するんですね。そしたら、発射の反動はですね、逃がしながらまっすぐ飛んでいくわけですね。だからこれも狙って、狙いが合っていれば当たりますけども、合っていなければ外れます。パンツァーファースト3を供与しており、ジャベリンと使い分けて戦果を上げている。こっちの方が安いですよ。基本的に大砲の弾ですからね。ジャベリンは要はコンピューターとセンサーと処理機が、まあ、センサーとカメラが全部ついてるわけですから、だから一機日本製で2600万するわけですよ。高って感じですよ。ポルシェより高いやみたいな。ベンツより絶対高い。ベンツ3台分か2台分か、うん、ぐらい高いんですけど、パンツァーファーストはそんなに高くないです。原理的に基本大砲の弾ですから、基本が、構造も同じで、弾と照準器が一体となった発射器で、構成されている。発射後は後の筒は捨てていく、まあ使い捨てということですね。だから安くしているから使い捨てもできる。陸上自衛隊では IHI エアロスペースがライセンス生産し、110ミリ個人携帯対戦車弾として配備しているということで、この記事は終わってます。菊池正幸さんというフォトジャーナリストが書いてある。フォトジャーナリストの割には詳しいなあんた平気にということですけどね。その陸上戦においてね、歩兵対戦車兵器っていうのはもう第二次世界大戦の時からですね、これは平原においてはですね、戦いのキーになっています。戦車というものは平原で威力を発揮するわけですね。
あの山間部とかですね、このどう言いましょうね、そのこんな憂いにつながってるような地形、例えばアフガニスタンなんかそうですね、ところであんまりその戦車というのはですね、こう役に立たなかったりするわけですね。人間がひーって逃げられますから、戦車って視界が悪いんですよね。ガラス窓なんかついてませんから、全部開いて人間が見るわけですけど、こう180度見ようと思ったら人間が顔を出さ、体を出さなきゃわけですけど、そうすると今度は後ろから狙われたりするとやられてしまうんでしょう。だから見晴らしがいいところで敵が大体どこにおんねんっていうのを分かってて、後ろから襲われる心配はないところで強いんですけども、例えば市街地に入ってきたりするともう上から横からどこから敵が出るか分からんでしょう。なんか戦車は割とねそんなに便利じゃなかったりするんですよ。で上から火炎瓶でも投げられたらあれでしょ嫌でしょ。あれ火炎瓶が戦車を破壊するわけではないんですよ。なぜ嫌かと言いますと、それ燃えることによって熱くなってしまうんですね。熱くなって最悪は燃料タンクが引火して爆発するわけですね。で、そうなれば最高なんですけど、そうならなくても燃料タンクでガツッとできてますから、とことん熱くならないと発火しないんですね。そうならなくてもですね、戦車は全部鉄ですから、鉄が回って、なんていうか、戦車内が熱々になって中の人間が亡くなってしまう。あるいは操作できなくなってしまうわけですね。あまりにも熱くなって。そういう効果があります。だから結構有効なんですけども、それは市街地であればかなり有効です。市街地でなければですね、なかなかこう命がけになるので、近くまで行って投げなきゃいけませんから、近くまで行くまでに人間が投げる距離なんですけど、せいぜい、30メートルとかそんなもんですよ。だからそこまで行かなきゃいけない、まあ、10メートルぐらいないと当たりますよね、なかなかねまあそういうことでございまして、特に、張りませんので探してください。ロシア機甲部隊を次々と撃破、携行式対戦車ミサイルジャベリン2本でも01式携対戦誘導弾を配備というザクザクの記事でございました。なかなか全部読みましたけど面白いですよ。写真も出てます自衛隊のね、頼もしいわという気にさせてくれました。はい、皆さんどうもありがとうございます。